どうも、うどです。今回はですね、静岡県にある宇都宮隧道という隧道を見に来ました。その隧道はですね、明治、大正、昭和、平成という4つのねトンネルがある、かなりね歴史の古いトンネルになります。じゃあまず最初にね、この道の先にある明治トンネルの方から見に行きましょう。はい、ここが入り口なんですけど、ちょうど周辺の地図が書いてありますね。で、はい、ここは現在地で、この道をずっと行くと明治時代のトンネルがあります。で、その横にはね、県道208号線沿いにある、大正のトンネル、そしてはい、ここ国道1号線というもうめちゃくちゃでかい道路があるんですが、そこに昭和のトンネルと平成のトンネルが並んでいる状態になります。ちなみに今から最初に見に行く明治のトンネルはほぼ直線のトンネルにはなってるんですが、このね横の明治トンネルの由来を見ていただくと、この文の真ん中の方に書いてあるんですけど、岡部側と静岡側から掘り進めたところ、接続する位置が少しずれたため、途中でくの字型に折れ曲がったトンネルでした、ということでですね、実はこの先にあるね明治トンネルは今は直線なんですが、昔はこうくの字に折れ曲がっていたそうなんですよね。いやー、ここはね結構行ってみてくださいっていうねコメントが結構多かった場所なんで、めちゃくちゃ楽しみですね。おー、そして港口が見えてきました。ちなみに今自分がいるのが静岡側の、港口になります。こっちの静岡側はこう V の字に切り通しになってますね。おー、ここが明治トンネルです。いやー、はい、こんな感じで見てもらうとわかるんですが、もうまっすぐ直線のトンネルになります。いやー、赤レンガのめちゃくちゃしっかりとした綺麗なトンネルです。上にはちゃんと宇都宮隧道と書かれてますね。で、横にはね、はい、この明治の宇都宮隧道はなんと文化財にも指定されています。いやー、そりゃこんだけ綺麗なトンネルなんだし文化財なのも納得ですね、ほんと。しかもね、下の方もしっかりと舗装されてるんで余裕で歩けます。おー、このおしゃれなライトとね、この赤レンガがめちゃくちゃ合ってる。いやー、綺麗。あ、そうだ、ちなみに説明していなかったんですが、くの字に昔折れ曲がっていたと説明したんですが、こっちの静岡側からずっとこの右側にですね、ずっとまっすぐ本当は進んでいって、で、そこから折れ曲がってまっすぐ向こう側へ出ていったそうなんですが、静岡側はね、自分が入ってきた方はそのままなんですが、向こうにある出口ですねは、この直線を描いた時に作られた出口で、なんでね、そのくの字に折れ曲がった時の口口が多分この左側にね、まだもしかしたら残ってるかもしれないんですよね。いやー、ここはね、しかも駐車場とかもあるんで、めちゃくちゃおすすめです、ここ。よーし、抜けてきました。そして振り返って見てみるとこんな感じです。いやー、こっち側もねいい雰囲気ですね。こっちにもあれか、文化財のやつが書かれてますね。よし、そしたらね、昔くの字に折れてた時の口口がおそらくここの右側にあると思うんですよね。ちょっとその口口のね、あったとされる場所を見に行きましょう。もしかしたら開いてるかもしれない。あ、で、一応ね、ここが駐車場になります。あずま屋とトンネルも整備されてるんで、めちゃくちゃおすすめです、ここは。おお、こっちにはなんかこの辺の周囲の山がどういう形になってるかの立体の地図がありますね。しかも、おお、歴史とかもいろいろ書かれてる。明治のトンネルが明治9年に日本で初めての
有料トンネルとして開通しました。へえ。で、大正のトンネルが大正15年で、昭和のトンネルが昭和32年に竣工で、2年後の34年に開通で、平成が平成2年に着工して、平成7年に開通したんですね。いや、明治と大正の長さ比べると分かるんですけど、昭和と平成が圧倒的に長い。800メートル以上ありますからね、これ。これこの地図で見ると今どの辺だ。ああ、そこか。はい、現在地がそこで、明治トンネル、大正トンネルでぐるーっと回って昭和と平成トンネルっていう形ですね。そしてくの字に折れ曲がっていた時の隧道というのはどこなんだろう。こっちみたいになんか切り通しになってれば分かりやすいんですけどね、結構隧道の入り口ってそういう切り通しになっていることが多いので割とね分かりやすかったりするんですけど、なさそうだな今んとこ。でもあるとしたらそうっすね、この辺ですね。今こうパッと見て気づいたんですけど、若干なんかこの辺木が少ないように見えるんだよな。だから多分この辺に手掘りのトンネルがあったんじゃないかな。ちょっと気になって少し山をねよじ登ってきたんですけど、あれ石垣だよな、昔ながらの石垣がありました。で、その隧道をね探してたら、多分ここじゃねって場所ありました。はい、それが目の前のここです。ちょっと動画じゃ分かりづらいかな、ちょっとね画面越しじゃ分かりづらいんですけど、こうやってぐるーっとここだけなんか削られてるんですよね。なんで多分この辺に昔高口があったんじゃないかな、ここ。ちょっとねさっきの駐車場とかがあったあの広場から比べるとちょっと高いところにあるんですけど、いやそうっすね、昔のそういう技術とかも考えるとここにあってもおかしくないんじゃないかなと思います。へえ、石垣もあるし、多分ここで間違ってないとは思うけど、まあただね高口がちょっと今探したんですけど見えなかったんで、まあ真偽は確かじゃないですね。今くぼんでるところのね下に今やってきたんですけど、多分この下だな。ああやってね石の壁がこうぐるーっとできてるんですよ、ここだね。で、一応ここが出口だとしてずーっと出てきて、で昔はよいしょよいしょ出てくると、はい、結構ね下と比べると高さはあるんですけど、多分もう一段ぐらい下に通路みたいなのができてたんだろうな。それか今もう一個の仮説なんですけど、切り通しみたいなのがこの上にあるんですけど、そこがなんかこうすり鉢状にぐるっとくぼみが円のようになってたんですけど、その下ですね、今ねちょっと草で生い茂ってて分かりにくいんですけど、ここにずっと石垣ができてるんですよ。でその石垣のところ今見てみたら、なんかすんげちっちゃい、先は続いてないんですけど、なんかくぼみができてるんですよ。ってことはもしかしたら高口は自分が今立ってるこの真下にあって、上のあのくぼみはこの下にあるトンネルが崩落したことによって地盤が沈下してできた穴とかそういうくぼみなんじゃないかな、多分っていうのがもう一つの仮説ですね。よし、じゃあ最後にねこの大正、昭和、平成の3つのトンネルを見て最後終わりにしましょう。はい、ここが大正トンネルですね。明治トンネルと比較するとめちゃくちゃ大きいです。しかもね形が普通のトンネルと違ってなんかちょっと平べったいっすよね。上にも大きい名板が残っていますが、宇都の矢隧道じゃなくてこれあれか、宇都矢隧道って読むんだこれ。上にうっすら竣工日が書いてある。昭和5年12月竣工って書いてありますね。じゃあ昭和に1回大正の時代のこの大正トンネルを作り直したってことか。
それまではあれかな、なんか明治トンネルと同じようにレンガ造りとか、なんか素彫りの隧道だったんかな、ここも。よし、次は昭和と平成トンネルだ。はい、昭和と平成のトンネルへやってきました。手前に見えているトンネルが昭和トンネルで、奥に見えているトンネルが平成トンネルですね。ここはご覧の通り交通量が多くて、もしかしたらここはね、通ったことがあるという方もね、多いと思います。はい、というわけで今回は静岡県の宇都宮隧道の探索でした。いや、ここはね、もうこの明治トンネルがめちゃくちゃ雰囲気いいので、めちゃくちゃおすすめです。しかもね、本当トンネル出てすぐのとこに駐車場もあるので、車で本当すぐ来れますね。はい、というわけで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。